はい、どうも皆さん、こんにちは。本日はですね、まあね、なんともこう荒れそうなね、話題にもなりそうなんですけど、まあこのプロレス系の、YouTuber をね、やられていてすごい有名な、まあ柴田さんっていうね、方がいらっしゃるんですけど、その柴田さんがですね、今回、まあ新日本プロレスさんのことをね、こう題材に動画を上げていたんですけど、まあそれどんな内容かっていうと、もう言ってしまえば、もうバチバチに、新日本プロレスのことを煽っている動画を、まあ投稿されていたんですよ。まあ、この柴田さんっていうのはそもそも、まあ、この最近流行りの炎上系 YouTuber の、まあ、先駆け的存在で、僕は正直あの柴田さんの動画って一本も見たことないので、どういう動画投稿されてるのかっていうのはなんとなくしか分かんないんですけど、あえてなんかこうね、注目を引くために結構過激な発言とかをね、過激な発言とかして注目を集めることによって、まあ人気をね獲得してきた方が、まあ柴田さんっていう方なんですよ。今回この柴田さんがじゃあ一体新日本プロレスのどういうね動画を上げたのかっていうと、まあ簡単に言ってしまうと、この岡田和親、高木慎吾、井伏幸太、全員ガチなら雑魚っていう、まあこういう題名ですよね、サムネイルの、題名でね、こう動画を更新されたわけなんですよ。はい、じゃあ具体的にね、どういった内容の動画を投稿したのかというのを、まあ、ご紹介しますと、まあ、このアメリカの、まあ、人気炎上系 YouTuber のローガン・ポールさんって方がいらっしゃるんですけど、この方がですね、つい最近その WWE となんと正式にね、契約したんですよ。で、この方なんか去年からね、WWE の会場にこうちょくちょく現れて、なんかこうリング界からね、挑発して、ちょっかいをね、かけるということをしてたんだけど、なんかレッスルマニアっていうすごいこう WWE が主催する世界で一番大きなこのプロレスのビッグマッチがあるんですけど、そこにね、選手として出場して、タッグでミステリオ一家を倒したっていう。で、その時にしかも、ちゃんとしたプロレスの技術っていうのを見せたことによって、その素晴らしいパフォーマンスで一気にこのローガン・ポールさんって方は、まあ、YouTuber なんだけどすごいプロレスラーとして評価を上げたんですよ。で、その後、WWE とね、正式に選手契約したっていうことを、柴田さんがまず動画内でこう説明されてるんですよね。はい。で、まあ、このことに関して、柴田さんは、いやー、すごいね、と。ローガン・ポールはメイウェザーとね、戦ったり、UFC の選手をね、名指しで俺と戦えって言って、ニュースになるし、試合もするし、話題も呼ぶしって、なんかもう柴田の、上位互換のような YouTuber なんだけど、実際にねこう WWE と契約したっていうのはめちゃくちゃすごいことなんだよってことを、結構こう興奮気味に柴田さんが語るわけなんですよ。で、このローガン・ポールさんって方はもともと、こう、ライジンにね、上がる可能性、日本のライジンっていう、上がる可能性があったんだけど、CEO の方と会って、契約も交わしたんだけど、なんか実際はこう、WWE とね、契約が決まってしまったから、多分こう、なんかな、WWE 側に、取られてしまったのかなっていう感じで、もしこのローガン・ポールさんっていうのが本当に日本にじゃ来て、試合をするんだったら、なんか相手はこの柴田さん、まあ、同じやっぱ炎上系 YouTuber の、柴田とね、このローガン・ポールが戦うのが面白いんじゃないかってことで、なんかこの試合がね、組まれるって話も進んでたらしいんですよ。で、やっぱそれはすごい、その話が流れてしまったのはすごい残念だと。やっぱ少なからず、まあ、柴田という存在がね、こうもう一度、注目されるイベントに、なったと思うから、これはすごい残念だし、惜しかったと。ぜひともね、ローガン・ポールとやりたいと僕は思ってましたよってことを、まあ、こう柴田さんが言ってるわけなんですよ。で、ここでさらに柴田さんっていうのが、話がね、こう、新日本プロレスの話になって、新日本プロレスさんと、柴田をね、ぜひね、出場させてみませんかと。私ね、今、ライジンとは何の契約も交わしてませんと。実際のところ、フリーですよと。どこからのね、オファーを受けようとも思えば受け入れられると。私もともと、プロレスラーですよと。プロレスもちゃんとできますよってことを、柴田さんが言うわけなんですよ。で、さらに続けて柴田さんっていうのが、なんだったら、まあ、ガチの、MMA、まあ、総合格闘技ルールで戦ったらね、私はこの岡田和親とか、あと井伏幸太とか、高木慎吾とかね、それからウィル・オスプレイとか、まあ、ジェイ・ホワイト、まあ、そこら辺の、まあ、そこら辺の今、新日本プロレスのトップレスラーたちは、まあ、正直、総合格闘技ルールだったら、全員倒せますってことを、まあ、こう、挑発気味に言うわけなんですよ。で、さらに柴田さんっていうのは続けて、まあ、いつしかね、新日本プロレスさんは、プロレスラーは一番強いんだという主張をね、しなくなりましたねと。そういう路線じゃ、なくなりましたねと。アントニオ猪木が、新日を立ち上げて、異種格闘技戦をね、戦って、プロレスラーがね、一番強いというのを証明してきました。しかし、総合格闘技ができて、いつしか、プロレスはね、エンターテインメントなんだみたいな方向に舵を切ったじゃないですかと。それって逃げなんじゃないですかと。
いうふうな、まあ、ことを言って最後に柴田さんっていうのがもう一度言いますよと、柴田は MMA だったら岡田、いぶし、高木、こいつらにね勝てますと。さあブシロードさんといかがですかと。アメリカはねローガンポールを使ってますよと、新日は遅れを取るのかいと、柴田は今フリーですよと、いつでもオファーお待ちしてますので、新日がプロレスこそね最強なのだと主張するなら柴田をねリングに上げてみてください、いつでも誰でも相手しますということを、柴田さんがまあ動画内で話していたわけなんですよ。はい、まあこれなかなかね、まあ、もちろん柴田さんっていうのはこういうあの炎上系 YouTuber の方なんで、まあ、言ってしまえばこれ柴田さんの芸風なわけなんですけど、まあなかなかにね、こう新日本プロレスのことをね、まあ煽ってるかなっていうふうには、まあ正直、まあ誰が見ても思うとは思うんですよ。で、まあ正直、今回のこの柴田さんのね、動画見て、やっぱり否定的な意見っていうのがまあ多いんですけど、例えばこのファンの方の声っていうのを一部ご紹介しますと、いや、まあ、いやいや待てよと、あのそのプロレスはねなんか最近再生回数に伸び悩むこう YouTuber がね苦し紛れにね逃げ込む駆け込み寺ではないと、年間100試合もね、年間何百試合もリングに出てファンやねメディアのインタビューにも答え、時間がね、限られている中でポテンシャルをね保ち続けるため、トレーニングをしている常人では考えられない生活を送っている、レスラーたちが自分より劣ると、お前何言ってんだよっていう風な意見もあったり、まあ、他にもですね、こう昔はねこう道場破りとかあと冷やかしとかねこう追っ払うように、なんか今だってこう試合中にね、セメントを、ね、もし仕掛けられても対処できるようにはしてるよと、もう柴田は正直ヤングライオンの練習生の足元にも及ばないよっていう風な、まあ、意見とか結構いろんな意見があったわけなんですよ。まあ、大体やっぱ柴田さんに対する否定的な意見っていうのが、まあ、多かったんですけど、で実はですね今回のこの件に関しては、まあ、そのレスラーの方もね一部の方が反応されてまして、例えばこのイブシコータ選手、最近まあ話題のねこうイブシコータ選手っていうのも反応されてまして、イブシ選手というのはですね、何これと、なんかつまらなそうだから、まあ面白いことならやってもいいなと、例えばなんかアスファルトと、電柱があればいいよ、まあ、つまり、路上ならっていうね、なんかなんともこうあのこう意味深というか非常にこう危険な匂いがするようなことをね、ツイッターでつぶやかれてたんですよ。でこのイブシ選手のコメントにももちろんたくさんの方のね、ファンが反応されてたんですけど、やっぱでも一番多かった意見っていうのは、いや待ってください、イブシさんと、柴田なんかに絡まないでくださいと、あんな人は相手にする必要ありませんよっていう意見が、結構多かったですね。でまあ結構イブシ選手っていうのは今結構あのまあ言ってしまえば自由な立場にいるのでこういう件にも反応できるんですけど、まあ、他で言うと、大川様っていうのもね今回の件にちょっと反応されてまして、なんかこうツイッターで久しぶりにね MMA、まあ、総合格闘技やりてえなってことを、これ大川様も語っていたりするわけなんですよ。はい、というのがね、まあ、今回のこの柴田さんが、新日本プロレスのことをね、まあ、バチバチに煽りまくった動画を投稿したことなんですけど、まあ、ここからがね、ちょっと僕の個人的にね、思ったことを話していこうと思うんですけど、まあ、正直やっぱり、今回のこの柴田さんの件聞いて、まあ、新日本プロレスファンの方の大勢の方は、何こら、タコこら、柴田お前ふざけんじゃねえぞっていう、ふうに思った方がやっぱ圧倒的に多いと思うんですよ。まあ、それは当然もう、至極当然な感情なんで、まあ、そう思うのが当たり前だとは思うんですけど、僕は正直言うと、今回のこの柴田さんの件聞いて、少しね、嬉しい部分ありました。これどういうことかっていうと、やっぱその単純に、まあやっぱ柴田さんってなんだかんだ言って、まあ登録者が今100万人以上ですよね。100万人以上いらっしゃる YouTuber ということで、まあこれあんまりね、こんなこと言いたくないんですけど、正直言うと、やっぱり、世間的に見たら正直新日本プロレスっていうものの知名度よりは柴田さん個人の知名度の方が僕は上かなっていうふうに思ってるんですよ。多分その街頭アンケートで新日本プロレスを知ってますか、柴田さんを知ってますかってアンケートを取ったら僕は多分柴田さん知ってる人の方が多いと思うんですよ。でそれぐらい登録者100万人以上の YouTuber の影響力って僕は凄まじいものがあると思ってるので、そういう方にね、まあ本当にいい意味でも悪い意味でもこうやって新日本プロレスっていうものを取り上げられるのは僕は結構素直にね嬉しかったですね。でやっぱり僕その思うのが、まあ、こういう新日本プロレスさんみたいなエンターテインメントとか、あとまあ柴田さんみたいにこう情報発信されてる方とか、何かこうコンテンツをね自分で作ってそれを発信してる場合って、僕こういうエンターテインメント業界っていうのは基本的に僕はそのやっぱ知られないっていうのが僕一番ね良くないことかなっていうふうに思うんですよ。そのどんなにいいコンテンツとか、どんなにいいプロレスをして、どんなにねすごい本当にプロレスをしてたとしても、結局見てもらわないことには、知ってもらわないことには、まあ言ってしまえば何にも僕は意味ないかなっていうふうに思うんですよ。やっぱり
ファンの方、お客さん、誰かが見てくれてこその、コンテンツだと思ってるので、やっぱそういう意味では、まあ、今回のこの柴田さんの件で、まあ、新日本プロレスということを題材に、動画を投稿してくれたことによって、まあ、今までこう新日本プロレスを見たことがない、全く言葉も、ね、知らなかった方が、なんか新日本プロレスっていう団体があるんだ、へえ、知らなかったな、じゃ柴田の動画見てなんか知ったから今度見てみようかなっていうふうに思う方は僕はやっぱり いらっしゃると思うんですよ。で確かに、まあ、柴田さんの動画バチバチに煽ってるので、まあ、悪い意味で人気になるとは思うんですけど、ただ別に今回のこの柴田さんが上げた動画によって別に新日本プロレス その価値が下がるとかね、評判が下がるってことは僕はないと思うんですよ。まあ、柴田さんの評判は下がるかもしれないですけど、別に新日本プロレスっていうのは正直相手にしなければ全く評判下がることはないので、こう見方を変えれば僕は柴田さんっていうのは自分の評価を下げてまで新日本プロレスのね、あの知名度を少し上げてくれたわけなので、僕はこれ結構素直にね、あの嬉しいというか感謝してますね、柴田さんには。ね、ただ、僕は新日本プロレスっていうのは、まあ、柴田さんの今回の件には全く、絡む必要はないし、もうそもそも触れる必要もないかなっていうふうには思ってます。これはね、まあ、周りのファンの方も結構同じ意見の方多いんですけど、まあ、そもそも、新日本プロレスが柴田さんと絡んでも、まあ、新日本プロレスに全くメリットがないっていうのは僕は本当その通りかなっていうふうに思ってるんですよ。で、実際に絡むと、多分柴田さんにもやっぱメリットって生まれてくると思うんですけど、基本的に新日本プロレス側にメリットっていうのは、ほとんど何にもないと思うので、僕は今回の件は新日本プロレス公式としては、もう完全スルー静観でいいのかなというふうには思いますね。うん。でもちろんそのレスラーの方も、今回の件には別に全く触れる必要はないと思うんですよ。まあ、このやっぱ一部をね、この王冠様みたいな、この SNS の使い方がね、すごい上手いレスラーの方は触れてもいいとは思うんですけど、基本的にその岡田和親選手とか、まあ、そのオスプレイ選手とか高木選手とか J ホワイト選手は今回の件に触れる必要は、僕は全くないかなというふうには思ってます。で、あと僕がちょっと思うのが、じゃ仮に本当にじゃ柴田さんが言うように、じゃこの MMA ですよね、総合格闘技ルールで戦った時に、じゃ本当にじゃ岡田選手とか井渕選手とか高木選手っていうのが、じゃ柴田さんとね、総合格闘技ルールで戦って、じゃ仮にですよ、仮に本当に柴田さんがじゃもう岡田選手のことを、ボコボコに任して、あの柴田さん勝っても、僕は正直あの全然問題ないと思ってますし、僕個人的には全くそれはあの気にしないんですよ。で、多分この辺はね、やっぱすごい意見分かれると思うので、あくまで僕の個人的な意見なんですけど、僕はそもそもやっぱりプロレスっていうのをその総合格闘技とかそのスポーツっていうジャンルで見てないんですよね。僕はやっぱりプロレスっていうのは本当にプロレスっていう全く違うジャンルだと思って見てるので、別に正直その岡田選手とか井渕選手とか高木選手っていうのがその柴田さんとその総合格闘技ルールで戦ってボコボコに負けようが僕は問題ないと思ってるんですよ。で、僕はやっぱりそのプロレスっていうのは観客とかファンを見せるプロだと思ってるので、その自分の顔とか容姿とか雰囲気とか入場曲とかその入場の仕方とか、あとアピールの仕方とかね、とかあともちろん試合内容とか、全部そういうのを全部ひっくるめて、いかにファンのいかにこの現地で来たファンのみんなを魅了するか、画面の向こう側で見ているファンを魅了するか、そういう他人を引きつける能力に特化したのが僕はプロレスラーの方だと思ってるので、まあ、そこにね、一部の価値として強さってものがあると思ってるので、もちろんその強さっていうのも大事なんですけど、正直強いだけじゃ僕はプロレスの世界ではトップに立つことはできないと思ってるんですよ。ていうか正直強さっていうのはそんなに関係なくて、それよりもやっぱりいかにお客さんを呼べるか、お客さんを引きつけることができるかってことの方が僕はプロレスラーはすごい大事だと思ってるし、そこがやっぱプロレスラーの、すごい難しいところだし、すごい面白いところでもあると思ってるので、正直僕は岡田さんとか井渕さんとか高木選手がもう柴田さんより弱かったとしても、僕はそれよりもやっぱ新日本プロレスのレスラーたちっていうのは、そういう見せる力には本当にもう世界最高峰レベルで優れているレスラーたちが集まってるのが僕は新日本プロレスだと思ってるので、僕は別に正直そこで負けたとしても全く気にしないし問題ないかなっていうふうには思ってます。ただこの辺に関しては正直、まあ、かなり意見分かれるかなとは思ってます。やっぱ昔からプロレス見てる方がすると、いやお前何言ってんだよと、プロレスラーは強くないと意味ねえだろうと、強さこそ正義なんだよっていうふうに思われる方がいらっしゃるのももちろんすごい理解できるんですよ。なのでここは本当に意見めちゃくちゃ分かれるかなとは思うし、なんか荒れるポイントになるかなとは思うんですけど、まあ、僕は個人的にはこう思ったりはしていますね。はい、というのがね、まあ、今回の柴田さんの件に関する僕の個人的なね、まあ、ちょっと思いっていうのを語ってみたんですけど、まあ、まとめますと、まあ、単純に柴田さんっていう方に今回新日本プレスっていうものを話題にね、動画に取り上げてもらったのは僕はすごく素直に嬉しかったかなというふうに思いますね。で、やっぱいい意味でも悪い意味でも、まあ、やっぱ知名度がある方に取り上げられるっていうのはすごいいいことだと思いますので、まあ、これは
囲碁だと思いますので、まあ、それは素直に嬉しいと。まあ、でも新日本プロレス公式としては、全く構う必要もないし、完全静観でいいと思いますね。で、仮に、本当に柴田さんが言うように、じゃあその MMA ルールでやったら柴田さんの方が強かったとしても、もう僕はプロレスラーっていうのはやっぱり違うところで勝負してると思ってるので、別に全く問題ないかなっていうふうには、まあ、個人的にはね、思ってます。というのがね、今回のお話になりました。まあ、皆様がね、一体どういうふうに思ったのかっていうのもね、ぜひね、否定的な意見も肯定的な意見もね、どんどんコメントに書いてくださるとありがたいのかなっていうふうに思っております。ということで今回のお話は以上になります。僕のところではこんな感じで、新日本プロレスに関するね、こと速報、情報なんかは動画をどんどん発信していきますので、ぜひね、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。あと僕に話してほしいリクエストありましたら、YouTube のコメントあるいは Twitter の DM にね、こう送っていただけますと、動画あるいはブログの方でね、返答させていただけますので、どしどしお待ちしております。はい、では、また次回の動画で会いましょう。以上。